ご覧のスポンサーの提供でお送りします。チュニジアから驚異のオリーブオイル、健康と美容に優れた効果を表します。写真館では成人式の振袖レンタル受付中。オーディション用宣材写真もお任せください。証明写真から記念撮影まで、かやの写真館でお待ちしております。もう YouTube で僕はもう410ぐらいで、さらちゃん2万超えるもんね、あの登録会員数ね。すげえことよ。もうね、ライバルにもならん。僕なんかもう一生懸命やっても視聴3回とかね。いやいや、さなちゃん、もうすいませんの。さなちゃん、こんにちは。まあ、どうも、ですね、いつも大活躍ですごいと思います。ありがとうございます。今日はどうしましたか？今日は、私が花がアワードに受賞したっていうことを話してきました。何アワードですか？花がアワードです。花がアワード、はい、すごいですね、はい、チャンピオンになったんですか？チャンピオンになったかは分かりません。またこれを YouTube に出したら2万とかいきますかね。すごいですね。はい、わかりました。じゃあちょっと見せてください。いや、岡山キッズタレントサナ殿、花川アワード、あなたは花川アワードの受賞者として、絶え間の努力の賜物であり、他の模範とするところである。この模範とか賜物とかを読める？もうちょっと難しいよね、ここのとこはね。ちょっと難しい。難しい。で、ここにその栄誉をたたえと読むんだよ、これ。たたえ。たたえ。栄誉をたたえ。たたえ。難しいの、この漢字。表彰するとともに今後の活躍を期待します。平成31年3月に、
すごいと思います。ありがとうございます、はい、もうますますもうサナちゃんに差をつけられました僕は。もう YouTuber のサナちゃんだからね、本当に、はい、これからも頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、こちらこそ。まあそのうちこのキッズが取れて本当のタレントになるように頑張ってください。はい、ありがとうございます。じゃあこれもあの YouTube に載せておいてください。はい、もらっていいですか。すみません。さな、さなちゃんが花川アワードもらいましたね。はい。すごいね。はい。もう誰も叶わないよ。参ったな。で、参りましたね。あ、とんでもない。とんでもないと携帯して。はい。どうもおめでとうございました。どうもどうも。謙遜してるんですか。謙遜ってわかりますか。わからないね。謙遜っていうのはね、もう威張らないで、いえいえ私なんかそんなことありませんっていうのを謙遜っていうの、あまりねこう得意になってたらみんながねあの悔しい思いをするんで、もうそんなことないですっていうのを謙遜っていう。よし、これからはちょっと覚えておいた方がいいかな。すごいですね、サナちゃん。いや、ありがとうございます。そうじゃなくて、いえ、そうでもありませんというふうに言うの。すごいね、サナちゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。覚えたね、大人のちょっと入り口にね。すごいね、サナちゃん。ありがとうございます。そうか。でも、YouTube で出したら、こうどん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 数字が増えていくのを見るの楽しいでしょ。はい、楽しいです。ずっと見てるの、こうやって。たまに見てるんです。たまに見るんですか。はい、僕なんかずっと見てるんで。視聴3回とか。視聴。いやいや、見たのが、見た数、見られた数字が出てるでしょ。サナちゃんは、あの2万回とかしょっちゅうなってるでしょ、はい、僕の場合は15回とかそういう感じなんよ。15回。それから登録者数も2万2000人ぐらいでしょ、はい、僕は412人なんです。どうしたら2万2000人いくんですかね。どうしてもいいの。もうコツ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 やるんかね。もう地道にやるしかないですね。いっぱい動画を上げないと。でも面白くないとダメよね、その動画が。まあ、ちょっと動画を面白くしたいとか、なんかそういう感じをしたら、あのチャンネル登録者数とかもそうですか。わかりました。わかりました。わかりました。目線は、はい、こっち、はい、さあ、おじさんおじさんに向かって。はい、じゃあ、お願いします。はい、さなちゃんは今新しい4月からは何年生なんですか。3年生です、うん、この賞を受賞した時どんな気持ちでしたか。花川アワードに受賞すると思わなかったのでとても嬉しいです。ちなみにこれからこう目標とか夢とかを教えてもらってもいいですか。はい、夢は女優になることです。どんな女優さんになりたいんですか。歌を歌ったり、あと映画とか出たり、いろんなことをする女優さんになりたいです。わかりました。目標にしている女優さんいますか。目標にしている女優さんは
上田彩さんです。上田彩さんのどんなところが好きなんですか？顔です。顔だけ。そっか。じゃあこれからも頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。日々の部屋は霞に提供でお送りしました。